こんにゃんにゃです。学長加藤さん加藤さんが、現代開発中のルアーを紹介してます。魚がよく釣れるラトル音がしてカット部フローティングバイブレーションだそうです。学長もテストしてほしいです。学長にもね、俺はあの昔アルミのルアー作ったでしょね、テクノジャークとかテクノスイッシャーとかありましたね、いろんなの作ったでしょ。あれの、ラトル音ってアルミとのラトル音って魚がめちゃくちゃ寄るのよ。それはね、僕らはもう全部実証済みだったの。もう初めての時なんかそれ使った時バーニーシュルツ、何や誰が一番驚いたバーニーシュルツでね、あとその、 あのバーニーの周りにいた人間たちがこんな光景初めて見たね。でアメリカでやってるわけよ。バスだけじゃないわけよね、シートラウトとかレッドフィッシュとかスヌークとかね、あらゆる魚たちが狂ったのね、その後もフロリダの一番最南端まで行ってね、キーラゴキーウエストっていうそこでやった時なんてもうガイドたちが何ですかこれっていうぐらいね、ラトル音っていうね、もう僕らは、今からもう20年25、6年前30年近く前にもうすでにこの音っていうのは分かってるから。村さん、以前ラトル音で海よりバス向きだとバイブレーションをバス用にしたことありますか、淡水と海水でラトル音の使い分けを教えてください。もともとは海水用のバイブレーションっていうのはラトル入りがほぼないんですよね。で昔はだから海水専用はもうノンラトル、淡水専用がラトルインっていうのがあったんですね。これはもう大昔の話で1980年代初頭です。で別にバス釣りで結局ノンラトルとラトルがあってもいいじゃないのよって書き始めたのが1985年頃だったと思います。これは某タックルボックス誌で書いたのが最初です。釣りトップの方でも書いた覚えがありますね。でここでナチュラル&アピールというのを発表したんですね。ね、ノンラトルのやつのバス用のやつがなかったんで、昔はですねラットエルトラップ、ドリルで穴開けてラトルを全部重りを全部出しちゃうんですよ。でそこに大きい重りをダブンってこうお腹に詰め込んでウエットだけそれにするね、そしてノンラトルとラトル入りでやることによってナチュラルとアピール、つまりお腹を空かしてる時にはノンラトル、腹がいっぱいの時にはラトルインのやつっていう使い分けとか、それの逆もやったりとかいろんなことやった。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですねぜひご入会をよろしく。